ウダイカンバは、カバのキカカバの貴族のキ。マカバ、マカンバとも呼ばれる。日本の中部地方以北から北海道、千島列島にかけて生育する落葉紅葉樹。葉は降乱形。樹皮は、肺褐色から高褐色で重厚感があり、横長の皮目があることから、アイヌ語で、本当のカバの皮が取れる木という意味で、下にとも呼ばれていた。また、樹皮は、 少々濡れても燃えることから松明にも用いられ、うかの松明から転じてうだいという名が付けられた。高木製で時には高さ30メートル、根元径が1メートル超える材も入手可能であること、素材としてねじれが少なく強度も高く加工しやすいことなどから、広く住宅建材、家具、楽器などの原材料に利用。変わったところでは、ピアノのハンマー、 第二次世界大戦末期には航空機のプロペラにも採用された。樹皮は北海道ではンピと呼ばれて靴底や焚き付けに使われてきたが、高級紙の原材料であるンピとは異なることに注意。右大看板内カ看板は材質的に新材が淡い赤みを帯びた褐色であり、見栄え次第では高額で取引されるなど慎重されてきた。 その色合いから家具業界ではあえて桜と呼ぶこともある。一方、うだいカンバの中でも、褐色の新材の割合が低く白色気味の偏材が、多い木材は、そのコントラストから、蝶類のメジロの名をかけてメジロかんもしくは、メジロバと呼び分けられ、キメで評価される月板などに使われていたが、一般的なうだいカンバと比較すると安い価格で流通するケースも見られた。 しかし21世紀に入り、天然林の伐採量の減少から流通量も減少したこと、風合いも評価されるようになったことから高級材として扱われている。ありがとうございます。